新潟新聞は、1877年から1941年にかけて、新潟新聞社が発行していた、日刊新聞である。亀田町の豪商、大倉一十郎や新潟町の海鮮丼屋であった、鈴木町蔵らは、新潟県令の楠本正隆、長山森輝から新聞発行を促され、1875年に、活版印刷所、高文社を開いた。 そこを発行をもとに、大倉、鈴木、本間新桜が出願して、1877年4月7日に、新潟新聞を創刊した。同年5月には発行書を新潟新聞社に変更、鈴木が社主となった。編集長には、慶応義塾出身で、日清新事指揮者であった、佐伯隆彦を招き、佐伯が局長となると11月からは、 慶王出身の藤田九十二が編集長となった。1878年4月には同じく慶王出身の斎藤捨て蔵が入社、同志は社説を展開して見解解説を県に迫った。主筆の藤田が1879年4月に辞任すると福沢諭吉の推薦を受けた小渡り衆が入社したが8月にこれらで死去した。その公認として 福沢は、尾崎幸雄推薦。尾崎は総理の肩書きで入社し、1881年7月まで在職した。この間、1879年10月には、初の見解が開催されることとなり、福沢から見解を指導するように託された尾崎は、その初期に移植されている。1881年、尾崎は、矢野文優の誘いを受けて上京し、その後任には、 福沢、尾崎の推薦を受けた津田京にがついた。1882年には、美濃浦正人が主筆となり、新潟新聞を立憲改新党の機関紙のように利用するようになった。1884年には、立憲改新党員で郵便放置新聞記者の吉田記録が主筆となった。主筆の吉田が1886年に、陽光のため退任すると、大隈重信、 尾崎幸ゆ高田さないの推薦を受けた、市島健吉が、公認の主筆となる。総監メンバーである、大倉一十郎や本間新作らは、亀田協会と称して志島を支持していたが、営業優先で、政府寄りの姿勢を取る社長の鈴木長蔵とは、意見が合わなかった。その対立の結果、翌1887年には鈴木が持ち株をすべて、放出して退社。 その後鈴木は、都がしない名や伏見半七らと、有明新聞を創刊した。同志は、翌年に、東北日報と解題され、自由統計の新聞となっていく。一方、新潟新聞社の社長には、本間新作が就任、鈴木が放出した株を引き受けた、坂口新一郎が経営に参画することとなった。編集を任せられた、獅島回し面を刷新し、 後藤翔二郎らの大道団結運動を批判したり、大学の同期であった坪内翔陽に連載小説を書かせたりした。獅子馬は第1回衆議院議員総選挙に立候補したが、落選し、また高田さないに誘われて、読売新聞の編集に加わることとなったため、主筆を自分の片腕であった尾崎茂に譲り、1891年に上京した。 死島が去った後、死島の名優で改新党の県会議員であった坂口新一郎が社長として実権を掌握し、新潟新聞は坂口が所属する政党の機関紙としての騎士を鮮明にすることとなった。1896年には尾崎の推薦で、新派家人の山田国上が記者として入社した。また、1904年に日露戦争が始まると、 当時出筆であり、後に衆議院議員や外務参与官を歴任する、早稲田大学出身の沢本余一を従軍記者として派遣し、その後任に沢本と同門の東京専門学校出身の小林ありを迎えている。1910年、声優会計の新潟毎日新聞が創刊され、熾烈な論戦が繰り広げられた。1912年、 金銭トラブルを新潟毎日新聞に誹謗中傷された主筆の小林は新潟新聞社を退社している。1914年新潟新聞は新潟東北日報と合併したが社長の坂口と経営の実験を掌握しようとする副社長の戸賀市一万とも親その父、戸賀市内名らとの間の確執が表面化し1916年に 新潟新聞社は分裂した。戸氏親子は新潟社と名乗って7月に氏名を日刊新潟に開大11月にはそれを新潟日報と開大1919年1月には新潟朝日新聞と開大したが、やがて姿を消した。一方、経営から締め出された坂口らは長岡市の北越新報社と共同出資で新潟新報社を起こして、 新潟新報を創刊、1916年11月に、坂口は社長に復帰した。坂口は、福本日南を同志の主筆に迎え、1917年8月には、社名を新潟新聞社に、氏名を新潟新聞に戻している。1919年には、明治大学出身の中村和作が記者として、入社、論説などを通して、 新潟における対象でも暮らしい運動をリードしていくことになる。1923年、衆議院議員、県政会新潟県支部長となっていた坂口に一郎が病死すると、北越新報社社長であった、くすみ三郎の子、くすみ馬が社長となった。1925年には、くすみ馬の混成により、坂口に一郎の子、坂口健吉が入社している。 ケンキチはこの時、親友の弁護士で改造に文章を発表していた、友の順を誘い、ケンキチが営業主事、友が編集主事となった。その後、1928年から1930年まで、平松社内一郎が、1930年からは山田助作が社長を務めた。1930年代に入り、政党色を薄めていった、新潟新聞は、 戦時統合の波の中、1941年8月1日に、ライバルし、新潟毎日新聞と合併、新潟日日新聞と解消された。翌1942年11月に、同志は、新潟県中央新聞、上越新聞と合併、新潟日報となった。ありがとうございます。